皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年、12月の5日15時7分、秋篠宮家文人様へ、お誕生日おめでとうございます。申し訳ございませんが、インターネットニュースの記事でこう文人様のお誕生日がどうこうというような記事が流れてきて、あ、誕生日迎えられたんだなと、そういうふうな認識でした。やっぱり誕生日覚えるの難しいですよね、本当に。メッセージ何か送っておかなきゃならないなと思って。こんな調子が本当申し訳ございません。12月28日、皇居へ行く、その新幹線のチケットを手に入れましたので、東京駅の着の時刻は11時45分。遅れることがなければ、その列車等の、12時ぐらいに、皇居に行けるんじゃないかなと思っています。そこで、佳子さまへの、結婚の話もありますけども、河川水門化、石玉発電、どっちか清流トンネル発電、この間、化石賞のことで、まだ日本が受賞されていたんですけど、アメリカと日本とニュージーランドということになってましたけども、もともと僕の知っている限りでは、その河川水門化、石式玉発電とか、地下水流トンネル発電とか、自然再生エネルギー、とにかく頑張ってなかった。それを水力と置き換える読み方もあるとは思いますけども、河川水門化、石式玉発電と地下水流トンネル発電、ずっと日本が化石賞を授与されるとか、そういう話もその二十歳ぐらいの頃に聞いたことあります。でそれ以降僕はその関係のことを忘れて、なぜ二十歳ぐらいの頃友達と一緒に向こう側の撮影とかある程度したんですよね。で八田川のところの河川を歩いていたら井戸があったりだとか、そういうふうなものをいっぱい、見かけて、その当時、友達とかと、何回も話し合って、その後の記憶はもう全くないんですけども、それでそのまま忘れてしまったと。で、2002年サンパレス六甲に、池上彰さん、来てたんですかね。でそこで何か化石賞の件について話してたみたいなんですけども僕も全然覚えてなくて、でただある一部の部分でそのこちらの言ってる内容のその石炭に関しては残りの年数が石油が54年じゃないですか。でガスが49年で石炭は100年ぐらいだったと思うんですよ。だからある程度効率よくこう分配して使うというか、石炭もある程度使用していかなかったら、ダメなんじゃないかという部分もありますし、政府上層部とか世界中のその上層部の人たちでどういうふうな話し合いになっているのかっていうところは読めないんで、その最終的に原発がなくなって、だ頃要するにウランとプルトニウム、ウラン鉱がなくなった時に、もしくは、ほとんど採掘できなくて世界中の多くの原発が動かなくなった時に石炭を使用したらいいんじゃないのかとか、そういうふうな考え方なのか。その頃には自然再生エネルギーがかなり普及しているはずだと、だから大気汚染にはつながらないっていう考えなのか、その辺のところもちょっと私の方では世間一般に放送されるニュースではそういったものはありませんので、ちょっと僕の方では分からないですね。そういう考え方もありかなとは思います。そうですね、世界の累計だと、今の石炭の消費量だと139年分ですので、そういうことなのかなとも思っています。とにもかくにも、河川水門化、石玉発電、地下水流トンネル発電、蒲田発電、マグマ発電等々も、岸田総理につないでいただいて、ご対応していただけたらなと思います。その辺のところ込みで、こういう、一応、
私たちは皇室御一同の皆さんにお会いしに来ましたというような形で、受け止めていただけたらなと思います。まあ、誕生日にお願いを申し出てくるというお祝いのメッセージに、まあ、そういうふうなところも、まあ、お互い話しやすくなっていいんじゃないかなと思います。なんかね、僕の方がこうギクシャクしながら、えらい人とお会いしたみたい。まあ、そんな形になってしまったら、せっかく昔仲良くしていただいた意味がなくなってしまいますので、広く、受け止めていただけたらなと思います。申し訳ございませんが、ご対応のほどよろしくお願いいたします。もう本当にもうこれで物事は岸田さんとかにもできなくて何も進まなくなったら、もう僕の方でも手段見つからなくなってしまいますので、もうお手上げですね。だからもう最後の頼みの綱というところです。以上です。文田様へお誕生日おめでとうございます。まあ、その文田様が生きてる間にしっかりと認識力をお持ちの時に、まあ、河川水門解析玉発電が日本中、整備しっかりされて、で、まあ、多くの発電量が、発揮できる状態が作れて、で、まあ、もしかしたら琵琶湖から、日本海への地下水流トンネル発電も出来上がるのが間に合うかもしれない。まあ、そうなった時に多くの発電量を得れるところのその数字を見て、まあ、悠仁様の、今後の人生はまあ大丈夫だろうなと、まあ、そういうふうな、まあ、見通しを知っていただけたら、その悔いなく、人生終わり迎える時に悔いなく、迎えれるんじゃないかなと、思っています。以上です。長い間ご清聴ありがとうございました。それではこの辺で、撮影終了させていただきます。お誕生日おめでとうございました。